今頃の気づきです。レオちゃんです。はい、かわいい。あ、かわいいな。もう僕の YouTube 見ていただいてる方は分かると思うんですよ。あの、僕の子供です。レオちゃんって申します。女の子です。かわいいですね。もうかわいいんだから。YouTube 久しぶりやね。生まれてからは初やろ。初や。なんか企画じゃないの今回は。企画、うん、したいね。きて、えうん、何の動画ほんなこれ。ご紹介動画。ご紹介動画。はい、レオちゃんでした。どうもありがとうございました。あ、終了です。なわけ。何やねんそれ。ね、そろそろ暑くもなってくるし、はい、うん、夏が来るかな。夏が来る、夏が来る。レオちゃんびっくりせんの、その歌聞いて。声でかすぎて。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、今気づいた。このカップ麺の胸のロゴを今レオちゃんが食べてるかのような、シュルシュルいってるみたいな、シュルシュルいってる、ほらほらほら、シュルシュル、すごいすごいすごい、感じに食べとんな。すごい。キズタク嫁チャンネル。夏といえば、夏といえばスイカ。お、スイカ。お、スイカ。スイカ好き？スイカあんま好きじゃない。え、いや、あの、食べるのめんどくさい。食べるのめんどくさい。いや、もうなんか魚と一緒や。むしるのめんどくさいやん。うん、骨をむしる、身をむしるのが、うんうん、だからスイカも一緒や。うん、もう種をむしるのがめんどくさい。種がなかったら食べる。種がなかったら全然食べる、うん、じゃあ今から作るか。どういうこと。え、これ、ドン。うん、うん、スイカ買ってきた、これを、はい、うん、どうする。種なくす、うん、何、どうやって。手品できるか。できるか。手品は全部タレがあんねん。これをスイカを使って、うん、ゼリーにしたらどうかと思って、ね、あ、ゼリーを今からスイカで作ると。そうそう、いいじゃないですか。そしたら種ないじゃん。お、美味しい美味しい、絶対美味しい。ゲロ。あ、重たい。スイカゼリー食べたいですか。はーい、無理やり。じゃあそれではスイカゼリー作っていきましょう。キズタク嫁チャンネル。はい、ということでスイカカットしました。やっぱ種あるね。まずほじくります。ほじくります。ほじくって身を出しましょう。全部タタタタタタみたいな感じ。スイカほじくっていくと。ということで絞りを終えることができました。ありがとう、頑張ってくれて。はい、スイカの汁 900g。 はい、900g、うん、ぴったり。はい、スイカの汁を 200g 取り出しました。はい、はい、で、ここへ、はい、粉寒天、はい、こちら、はい、使います。これ 4g、はい、入ってますので、2袋、はい、使いましょう。8g をこのスイカの汁に溶かすと。はい、こちらへ。レンジで温めていきます。はい、キズタク嫁チャンネル。はい、レンジアップしてきました。はい、結構ちょっとトロトロになった。はい、それをこれをもう入れちゃいます。はい、スイカくんに。はい、はい、ではこのままいきますね、うん、ちょっと熱い。はい、あ、もうそのまま直にね。うん、もう一気に入れちゃいましょう、熱いから。はい、熱いので、うん、さーっと入れます。あ、めっちゃトロトロやん、うん、ちゃんと混ぜながら。はい、で、それを混ぜると。はい、しっかり混ぜます。そうよね。
ダマができんようにね、しっかり混ぜてもらって。うん。じゃあ冷蔵庫に入れていきましょう。キズタク嫁チャンネル。はい、ゼリーできたよ。うろ。しますね、はい、あーすーごい、あーようできとるわ。じゃあいただきます。なんかあのぜでん、あーすごい、え、ちょ見せて、トゥルントゥルン、あーいい感じやん。こっちのスイカちゃん預かって。はい、それではこのスイカちゃんを切っていきたいと思います。いきますよ。はい、どうぞ。大丈夫かな、どれを見てないのか、見ついてない。あ、スイカゼリーが、塊切ってないよ。ちょ、うつ残念。うつ、全然固まってへんやろか。なんか空っぽれ。固まってない。失敗した。どうしたんだよ、じゃん。どうしてスイカゼリーが失敗した。スイカゼリーが入れるやろ。うわ、じゃあいただきます。固まってねえや、うん、じゃああとはスイカジュースとして飲みたいと思います。しっか